天領奉行の公務を執行しているのだ。私がいるのは当然だろう。いや、サラのことじゃなくて、金融野郎、倉庫にいた怪しい外国人って、まさかお前のことだったりしないよな。えごめんね。結果から見ると確かに僕のことみたい。そこの容疑者言ったはずだ。窃盗と密航の疑いが晴れるまで勝手に口を開くな。旅人、パイモン。サラ、オイラたちが知る限り、こいつは多分、窃盗と関係ないと思うぞ。でも、密航って、どういうことなんだよ。この者は姿の彩り祭の客人であると自称しているが、招待状を持っていないんだ。故に我々は密航を疑っている。何しろこの者を見つけた場所は、セーリングブリーズのダンディライオン種を保管している貨物の中だったからな。事件解決に有益なことであれば別に構わない。金融野郎、お前まさか本当に密航してきたのか。久しぶりの再会なのに会って早々疑いの眼差しを向けられるなんて。ああ前に君たちも同じような方法で稲妻に着いたって聞いたから、てっきり分かり合えると思ってたのに。同じような方法？安心してよ。僕に招待状を送ってくれたのは、シャブ業の神里綾人。こんな情報を知っている人が、密航者である可能性は低いでしょ？でも、だったらなんで吟遊詩人たちの船に乗ってなかったんだ。もちろん招待状をもらってから早く稲妻に着きたかったんだ。ちょうどダンディライオン種を運ぶ貨物船に出くわして彼らと一緒に出発したんだ。船長とすごく気が合っちゃって、途中で美味しいお酒をたくさんおごってもらったんだよ。多分だけど、ダンディライオン種と稲妻のお酒を飲み比べているうちに貨物の中で寝ちゃったのかもね。それで目が覚めたらこの倉庫にいたってわけで、そこの天領奉行の大将さんが虎視眈々と木箱の上から僕を睨んでたんだ。確かに金融野郎の言ったことは真実味があるけど、